続きまして、清水ネスパルス監督、アッシュ・トビよりご挨拶をお送りいただきます。First of all, I'd like to start by saying that I truly love you. まずはじめに、私は本当に心から皆さんを愛しています。I came to Espos with a dream. 私はエスパルスに夢を持ってきました。And we are still far from it. まだ我々はこれからそれには届いておりません。I know my staff, our players, our club.They did their best. スタッフ、クラブ、選手はベストを尽くしました。And if anybody is to blame, it's me. もし誰かを責めるとしたら、私だと思います。And I'm humbled by you. 私は皆さんに感謝します。And I apologize to you for disappointing you. 皆様をがっかりされたことを謝りたいと思います。But these players are...going to be the future of Japanese football. They are fantastic and they're not going to let you down in the future. ただこの選手たちは素晴らしい選手であり、彼らが日本のサッカー界将来を担っていく選手たちです。It was a roller coaster season with a lot of ups, with a lot of downs, some exciting moments and also some heartbreaks. 今年はジェットコースターのようなシーズンだったと思います。いい時も悪い時も、そして苦しい時もあったと思います。Thank you for supporting us through the ups and downs and the good days and bad days. そういった我々が浮いた時数があった時、そして良い時も悪い時もサポートしていただいたことを感謝したいと思います。But I believe the best days of Espos is ahead. ただこれから先のエスパルスの最高の日々というのはこの先だと思います。And let's start with the effort so we can reach our target of ACL. そして我々のターゲットである ACL を行けるようにしたいと思います。I hope next season when this group restarts again, they are able to celebrate the championship at this time of the year. 来年この時期にはこのグループまた皆さんと優勝を分かち合えるようにしたいと思います。Please help us. ありがとうございます。どうぞこれからもよろしくお願いします。続きまして、清水エスパルス選手を代表して、杉山浩太選手からご挨拶をさせていただきます。本部最終戦勝てなくて申し訳ないと思います。今年はタイトルも欲しいところまで行きましたが、取ることができずにがっかりさせて申し訳ないなと思います。でも J リーグナビスコといい時も悪い時も皆さんの熱いサポートに支えられてきました。まだ天皇杯が残っています。もう一度このメンバーでこのサポーターの皆さんとタイトルを狙わさせてください。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。杉山選手ありがとうございました。それではこれより清水エスパルス選手が皆様に感謝の気持ちと天皇杯にかける思いを込めて場内を